はいどうも、佐久間優吾です。本日も人生に役立つ情報を全世界中に配信中。教えることはできませんが、共に学んで自己成長、自己啓発していきましょう。イエス。はい、ということで本日のお題は、世の中に雑用なんて一つもない。こちらのお題を今から読んでくぜ。私たちは雑用という言葉について誤解しがちです。辞書で雑用の意味を調べると、こまごました用事、どうでもいいような小さな用事などの説明があります。確かに私たちが雑用という言葉を使うとき、価値の低い仕事の意味で使われがちです。雑用をしていると言ってもなかなか褒めてもらえません。職場で雑用を担当していると、自分は価値の低い仕事をしていると思うような感じがあります。雑用ばかりしていると思うと、自分の存在価値まで低いように感じてしまう。しかし、ここに大きな誤解があります。そもそも世の中に雑用なんて一つもありません。すぐ終わったり、簡単だったりするので、価値が低いように誤解しているだけです。たとえ小さな雑用だとしても、価値のある仕事、自分の担当している雑用を振り返ってみてください。雑用と思う仕事であっても、実際にしなければ全体業務が成り立たなくなるのです。その仕事をするおかげで誰かが助かっています。何かが円滑になっています。誰かが幸せになっています。そのことに気づけば、もはや雑用とは呼べないはずです。小さくても大切な仕事と呼べるでしょう。雑用に対する考え方を見直しましょう。どうでもいい仕事ではなく、価値のある仕事だと気づくことが大切です。雑用を任されながら世界一立派に成し遂げるという意気込みで当たることが大切です。世の中に雑用なんて一つもないのです。今日の格言、雑用も価値のある仕事だと考える。なるへそね。要は物事は考えようで何とでもなるってことですね。いやいや、働いてたら気分も落ち込むし、やる気もなくなる。だけど今やってる仕事はきっと誰かの役に立ってる、誰かが喜んでると思うと、ちょっとやる気も出たり、心の変化で何事もうまくいく方向性に向かうことができると思います。気づかれました。はい、本日も大変勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録と SNS とバシバシお待ちしております。それでは今日はこの辺でドン。